花さんのカエル部屋始まるよ。ごきげんよう、花さんです。いつもご視聴ありがとうございます。日本列島に台風がやってきています。皆様くれぐれもお気をつけて、身の安全をお守りくださいませ。最近我が家にやってきたグリーンイグアナのクロエちゃんです。イグアナの赤ちゃんたち、毎日日に日に成長してきています。毎日引っかかれてベタ慣れまではほど遠いですが、成長している姿が嬉しいです。こちらはブルーイグアナのアイリスちゃん。生活環境に慣れてもらいたいので、アイリスちゃんと今部屋んぽ中です。犬のメルちゃんと仲良くなれたらいいな。今はお空にいるクレちゃんの写真をアイリスちゃんに見せてあげました。実は早朝にある出来事がありました。まずはこちらの動画をご覧ください。我が家で一番元気と言っても過言ではないウシガエルのムンちゃんです。ムンちゃんは花さんのチャンネルでは人気のカエルさんです。とても食いしん坊で可愛いムンちゃん。今朝、花さんが日課のカエルたちに挨拶をしたり水替えをしていたら、見るからにムンちゃんの様子がおかしかったんです。水に浸かっているムンちゃんをよーく見てみると、信じられない光景がありました。今から衝撃的な映像が映りますので、苦手な方は今回はご視聴をお控えください。カエルさん飼育の真実を記録しました。ムンちゃんがあからさまにぐったりしています。ムンちゃんのお尻から何かが出ています。ムンちゃんを水槽から抱っこして他の場所に移動しました。信じられません。なんで？ムンちゃんのお尻から何かの足と尻尾が飛び出しています。ムンちゃんは苦しそうにぐったりしています。しかも脱皮の途中だったみたいです。どうしよう、かわいそうで涙が出ちゃいます。ムンちゃん苦しいね。
お尻から出ているこの子は誰なんでしょう。ムンちゃんは普段ジンコイサカ、コオロギ、ワームなどを食べています。憶測ではありますが、ケージの隙間からヤモリが侵入したのかなと思っています。その後にヤモリをムンちゃんが丸飲みしたんだと思います。通常ウシガエルは自然界だとヤモリやカエルも何でも捕食してしまいます。捕食したものが消化せずにこのまま出てくるなんて信じられません。ムンちゃんはずっとぐったりしています。花さん家には幸運なことに近所に爬虫類診察科の病院がありますが、でもカエルなど両生類を見る病院はなかなかありません。ですがいつもお世話になっている病院に電話をします。軽く物体を引っ張ってみて、もし脱腸したら綿棒で軽く腸をお尻の中に押してみてくださいと先生が教えてくれました。これはやるしかない。オペの開始です。お尻から飛び出している物体がとってもヌルヌルして滑ってしまいます。この後は衝撃的すぎて撮影を止めました。ムンちゃんのお尻から出てきた生物はやはりヤモリでした。少し脱腸もしていたので先生から教えていただいた方法で手術しました。まだぐったりしているので、これからは経過観察が必要です。ムンちゃん、苦しかったね。今回は少し衝撃的な動画になり、本当にごめんなさい。カエルさん飼育の真実をお伝えできたらと思い撮影しました。ムンちゃんの元気な姿をまたいつか皆様にお見せできたらいいなと思っています。